軍ィカは、月締目に含まれるトが、本家のみでクテナダクティラモーフィータメを構成する。アルジェリア、エチオピア、ケニア北部、ソマリア、チャド、チュニジア、ニジェール、マリ共和国、モーリタニア、モロッコ南東部、リビア最大種は、アトラス軍ィで、体長21センチメートル、お腹2.4から2.6センチメートル、体重280から300グラム。 最小種は、セネガル軍理で、体長17から18センチメートル、尾長2.8から3.2センチメートル、体重178から195グラム。尾は短く、軍理族は、棒状だが他族では、戦場。門子前面には、エナメル質がない。次回は、扁平で動かすことができないが、どの方向からの音も察知しつつ、岩の隙間に入りやすくなると考えられている。 肋骨を平たくして、狭い隙間にも入り込むことができる。死は短い。講子の第一、第二子には、合毛が並び、これを使い体毛を整える。指跡には鋭い爪が生え、岩場での活動に適している。分類、英名は、MSW、和名和に従う砂漠にある岩場に生息する。白明時に、日光浴を行い体温を上げ、 彩食後にも日光浴を行い消化を促進する。日中は岩の隙間などで休む。食物が少ない時は長距離を移動することもあり、その際は彩食と日陰への避難を繰り返す。食生は植物食で植物の茎、葉、花、果実、種子などを食べる。水分は食物から摂取し、水分が不足すると白明時に食物と一緒に。 朝を摂取したり一時しのぎに尿を濃縮する。2020年9月、埼玉県子ども動物自然公園のアトラス軍理、寄生虫とキソプラズマの種小味を根治には、1908年にアトラス軍理の秘蔵から原虫が分離されたことに由来する。軍理はアフリカ大陸北部での故障に由来する。アラビア語で、敬語人という意味である。日本では二千二十年現在、 埼玉県子ども動物自然公園のみで飼育されている。2019年9月に新設のエコハウチューと名付けられたネズミ類が展示されている。展示館で見ることができる。ドイツのデュッセルドルフ水族動物園から提供され、ヨーロッパ以外での飼育展示は埼玉県子ども動物自然公園が初めてとなる。2020年8月には双子が繁殖した。ありがとうございます。